3、4、5、6、7、8、9、10。足一回踏ん張ったらもう絶対動かないじゃん。ね、ちょっとじゃあ枠を10回ずつやってみる。今のイメージして。ロープのハンドルに曲げて足がポンと浮かばないようにして。ね、よ、10回。せーの。その踏ん張ってる感じなくさないようにして10回叩きつけられるわけ。いいよ。もうちょっとちゃんとひねって座ってあげないと。じゃあ逆に。この状態からしっかりひねる。もっと横向かないとダメだ。それでひねれないってことはスキーでも使えないから。はい、いいよ。Why?